食料生産の重要性と農薬の役割。ここからは次の4つのポイントについて説明していきます。1、食料生産の重要性。2、農薬の役割。3、科学的データの裏付け。4、農薬の適正使用です。はじめに食料生産の重要性について説明します。こちらは食料自給率のデータです。欧米各国と比べて日本の食料自給率は低い傾向にあり、食料を輸入に頼っています。食料自給率を上げる必要があります。1993年は零下で、いもち病の発生により自給率が 37% まで下がり、平成の米騒動となりました。大変な努力をして 45% を達成しても、一旦病害虫が大発生すると自給率は低下することもあります。